こんにちは、ブルーホースです。ということでやっていきましょうか。メリーバーリー。さあ、プッシュスタート。いや、懐かしい、98年か。まだ僕5歳です。5歳 ?6 歳かな。あ、違う。間違えた。こういろいろあるけどね。まあなんかね、改めてこうね、3分半くらいかけてオープニングムービーを皆さんと一緒にご覧いただきました、まあ、皆さんにご覧いただきましたけど、あんなストーリーがあったんだねっていうね。だいたいあんなシーン飛ばすじゃんということでね、まあ、土管でね、ワープしてね、なんだっけ、スーパースターを決めろみたいな話出てたけど、まあ、今回はね、こいつですね、ミニゲームアイランドで、まあ、全種類のゲームを、まあ、遊びるよっていう話なんで、それをね、やっていこうかなと思うんですが、まあ、まずはね、本編であまり触れないであろうところをね、ちょっといろいろと中身見て回りたいなというふうに思います。セーブデータ、セーブデータ消し込み、一番やばいやつなんで、消そうか。じゃあセーブデータ消しましょう。はい。すべてのデータが記録、はい、セーブデータクリアすると、このゲームでセーブを行う、すべての記録が消えてしまいます。はい、セーブデータ消しましょう。押すには S ボタン、あ、これかな？まだ何もしてないから意味ないんだけどね。はい、ということでね、行きたい場所をもう一回行きましょう。こんな遊び方するやついんのかな。で、サウンドモノラル、あ、じゃあステレオとモノラルに、あれ、あー、そっか、まだあれだね、多分オムちゃんが喋ってくれるシーンはないのかもしれないからね。バンク、お金もクソもねえだろうけどね、いくらかあんのかな。あ、コイン300あったらアイテム引き出したり預けたりできます。アイテム預かってるんだ。どんなアイテム預かってくれてる？ありがとう。いつもあっちのこと。コインとスターの数を教えてくれますけど、スターは0で、コインは300コインですね。で、行きたい場所、それから、キノコショップ。わ、コインと、あ、アイテム買います。突然現れてブロック。あ、これね、いつもね、助かってたよね。なんかね、スピードブロックいいね。呼び出しブロック、クッパ呼び出すのやべえな。で、ワープ、で、スローブロック。はい、あ、こいつって買うんだ。3D 回転数。これでね、あまたの人たちのね、指の皮をぶち破り続けたっていうやつですね。で、モノマネオームとか、ここら辺もあれなんだ、買うんだ。取ったコインが 10% 多くもらえる利息付き。まあ、これはまあ、あれだよね、無難に使ってたやつですね。で、カジノボックス2倍になるか、無理なんかね、100コインが50コインになるか、200コインになるかってね。はい。まあ、ここら辺もね、こんなんがあったんだって、すごいね、なんかエモくなるよね。じゃあ、ミニゲームハウス。で、ここではね、普通に見つけたミニゲームを売ってくれますっていうことで、新しいミニゲーム見つけてないよーっていうね、全部、ね。ここら辺買わなきゃいけないんだよね。見つけたミニゲームでまだ見つけたことがないから、ないと。でミニゲームスタジオ、ここも今回パーティーはやらないので一旦無視しましょう。じゃあね、こんなダラダラとやってないで、本編今からスタートしていきましょうか。いかに乗ってスターキン。もうね、64でやるわけじゃないからね。果たしてね、どうなるかな。よよ、海の向こうにイカダが見えますね。あれは、私マリオが好きなんで、マリオでやりましょう。ちなみに、マリオパーティー3から悪い字一択ですね。マリオがいくだりるとこちらに向かってきています。後ろ、シルエットマリオなんだよな。今回、相方誰にしよっかな。ちょっと待って、なんかさ、これさ、ドット絵のさ、荒さのせいなのかさ、ドンキーの目がさ、なんか行っちゃってるように。気に入ったからドンキーにしよう。はい。じゃあ、ドンキー、マリオの後ろにいるのはドンキーのようです。これでね、さ、連打の、いわゆるさ、ガチャガチャって詰めてやるやつさ、あれちょっときついだろうな、このコントローラーの。ミニゲームアイランド、ようこそ。この島の説明しましょうか。じゃあ一応聞きましょう。ここではゴールにたどり着くのが目的です。そのためには9つあるワールドの中に配置されたミニゲームをクリアしていく必要があります。ミニゲームはこのミニゲームマスに移動することで始まります。ミニゲームをクリアすると次のマスに進むことができるようになります。その代わりミスしたときは残り人数が1人減ってしまいます。残り人数が0のときにミスした場合はゲームオーバーとなります。残り人数は画面の左上に表示されています。新たにミニゲームをクリアすると残り人数が1人増えます。コインの枚数は画面の右上に表示されます。コインを100枚集めたときも残り人数が1人増えますよ。この残り6マスに移動すると今までのゲームの状態をセーブして保存できます。ゲームオーバーになると最後にセーブした状態からスタートしなければなりません。なるべくこのようにセーブするように心掛けてください。頑張りましょう。ごめんね、コーヒー。あ、こんなあっさり進んでいくやつなんですね。じゃあ、早速やっていきましょうか。はい。このミニゲームはまだクリアしていません。
さあ、果たして。これは、ミニゲームのルール。スバイは、Y ボタンだけ反応するんですね。しかも、たぶん C の左って感じで、移動、10枚以上使うとクリアです。あ、じゃあ、パチン。じゃあ、行きましょうか。どこだ？ OK、左下ね。いや、緊張するな、これ。こいつら意外とね、難易度高いんだよな。あ、ちょ、ピーコ。おすぎとピーコ。あ、やばい。あ、なんかうまくいかないな。こんなに滑ったっけ、マリオパーティーって。俺の、これは余裕でしょ。これね、ティルティルティリン。29。おー、いいね。このゲームでこんなに稼げたっけ？はい。で、ハンマーコイン。ちょっと待って、いや、なんか、まあいいや。これで B。B とね、A の位置がね、いまいちね、こう。で、10枚以上取るとゲームクリアです。縦に振る、で、攻撃。で、攻撃を受けてしまうと、落ちたハンマー拾うことができます。OK。よし。全部飛ばす。よし。えい。あ、やった。まだ。あ、当たってないかな。外れかよ、お前。よし。あ、クリア。あ、いいや。とりあえず払いせに。あ、ちょ。えい。あ、いいの持ってやがんな。弟2発目。よいしょ。オッケー、コイン。てぃー、悪徳すぎるな、この赤いやつ。あ、音、お前。ごめん、邪魔じゃ、やろ。くく。全員が溜まったところで、よし、オッケー。大人になってからやり方が残酷すぎるな。いいね。そうですよ。これが大人のマリオパーティーだ。うん。子供の頃にはやらなかったね。残酷な天使のテーゼですよ。ハッピーフラワーね。あ、これも落ちたらダメなんだっけ？落ちないか。落ちずに20枚以上取るっていうのかな？フラワーの端にほど固めて欲張って移動ジャンプ。これ、あのね、完全にね、あの、一人側が有利なゲームですね。OK。じゃあやっていきましょう。これ覚えてるよ、ここだよ。ここにいて、やばい。もう落としまった。なんかあれだな、これなんか、あの、落とさないのがなんかもう、鉄板というか、当たり前というか、危ない。やばい、2枚も落としちゃった。あ、そんな、はい。もうね、これね、あの、周りの連中くるくる待ってるけどね、本当にあいつらはね、アンハッピーフラワーなんすよ。3、2、1。あ、ジャンプしないんだねー。ダッダッダッ、ウィー。イエース。いいね。順調。まあ、あの、9つあるステージのさ、一発目で、一発目でつまずいてたら元も子もねえよとかって言ったら、一発目でつまずきそうなゲーム来たな。第1弾、手の皮膚がめくれ上がるゲーム来ました。で、まあ、これ回すだけなんだけどね。回すと、オールをこぐと。はい。素早く回しましょう。ヘイホに槍で刺されると。で、15枚ってことはね、これね、3回、間違えた。3回ぶちのめさなくちゃいけないんだよな。これがまた大変なんだな。ちょっと待って、こいつら速くない？ちょっと待ってね。あのね、見てね。秒で皮めくれた。これやばいな。
どうしようかな。ちょっとカッツ。急遽ですね。筋トレで使ってるグローブを使うことにした。これでも、あれだね。秒でやられそうな雰囲気出てるな。よし、行くか。しゃあ、行くぞ。4回しかできなかったかな。いってて、ちょっと待って、これ。ですよね。9。9ってことはあれだな。1回ミスって、もう1回か。ちょっと待って、秒でやられたな、マジか。1の4。いきなり鬼門だろ。こんな難易度高かったっけ。子供がクリアできるようなゲームじゃねえぞ。このままもう一回行こう。よし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 。続きまして。手合わせパネルね。はい。これはそこまで難しくないはず。よし。パネルにヒップドロップと回転して絵が出ます。どれよ。これね。はいはいはい。LZ ね。LZ ですね。OK。クッパパネル。あ、さ、クッパパネルを出すのだ。出さないのだけ気をつけなきゃいけないね。オッケー。ここで持ってる YouTuber はね、あの一発目で出すって思ったけど、二発目で出すところがあれだな、あの中途半端な感じがするね。ほい。あ、オッケー。ほい。これで、ああ、そっかそっか、一回か戻んのか。で、一発目をお見舞いしたい。ほい。あー、これ出たね。あれ？あれ？ちょ。ということか。一回戻ってくんないのね。降りないといけない。あ、結構時間ギリギリだな、これ。待って。ほら、なんか、隣にあるイメージが。あ、やばい。ジャンプが一回か高すぎる。高すぎ、新作ー！オッケー。このヒップドロップ見せてたら終わってたな。俺の勝ちだ。残り1秒って神かよ。ああ。オッケー。待って、あのね、めっちゃ手のひらがジンジンする。1個目ヒップドロップね。はい、行きましょう。よいしょ。で、平らな杭を全て踏むとクリアです。まあ要するにゲーム自体をクリアしてくださいと。これに関してはね、あのね、どんだけザルなプレイをしても大丈夫なはず。いいやっぱり一度は見たいだろう。これもうね、まずね、蝶々に隠れきってないからね、これね。うわこれほんまに死にそうだよな、これ。ようやるわ。初代マリオのこのパーティーって、初代マリオのこのパーティーってなんだ。まあ普通のマリオパーティー1でいいじゃん。マリオパーティー1のさ、残酷さ加減とさ、容赦ないさ加減、半端ないよね。火で炙られたりとかさ。で、あ、これ意外とむずいやつ。これむずいんだな。2,3,4,5,6。ああ、5で倒れるの。体を反らして倒れそうなだけ絵をおさらえてください。時間とともに立ち上がります。リンボーダンス、うまくバーをくぐってクリアしてください。よし、行こう。しかー、もう時間制限もあるんだね。30秒。よし、行こう。
ああ、余裕だ余裕だ。なんだ、あの難しいパターンのやつはね、あの赤3連続とか最後にあったりとかするから、そうじゃなかったからまだ大丈夫そうですね。本当に手のひらがジンジンする。あとで絆創膏貼っとこう。おめさんこの手見たらびっくりするというか、あれだろうな、金属バカだねーって言ってきそうだな。あーこれか、これ時の運が結構あったりするゲームだよな。キノコ一番、音楽止まったら宝箱を取ってください。まああれですよ、イストリーゲームみたいな感じですね。音楽いつくる、耳を澄ましてよく聞いてください。みんな喋るなよ。シーッ、やがしい。今です。とオッケー、無難にクリアだね、うん、みんな動くの遅っ。これですら遅かったと思ったのに。アンナップアンドしっかり10ポイント。これ今ね、あのね、ワンナップを取ろう、あの稼ごうと思って頑張ってさ、なんだっけ、あの普通にゲームクリアしようとしてさ、クリアしたやつももう一回やったらさ、負けたら1個減るのかにさ、クリアしても10コインとかしかもらえないから結構リスク高いんだよね。よし、じゃあ行くか。よし、大人の連打力なめんなよ。おっそ、よし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 。あ、ターザンしたかった、ターザンしたかったけど、しゃあないしゃあない、ここはもう無難に、無難プランプレイ、無難プレイ。ちょっと待って、映像がおみだれになってます。これ、映してる方大丈夫か。あー、ならなかった。あー、やっぱ結構ギリギリなんだな。あ、ならねえのかい。そして長くないか、今のでゴールだと思ってたのに。よしこ、ダフーバイガーさよならビビー。こうやってね、あの他のプレイヤーから5コインずつ奪っていくスタイルだからね、そういうのやっぱやっていかないとね。よし、じゃあまあワールド2まで無事クリアすることができたので、5の1、3の1、じゃあ次3の1から進めていきましょうかね。はい、じゃあね、次回からね、マリオパーティー1のミニゲーム、やっていこうかいとですね、やっていこうと思いますね。次回からとか今回からですけどね、はい、皆さんで楽しんでいけたらというふうに思います。あ、こんなゲームあったら懐かしいなっていう人はね、ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンをよろしくです。では、チャオ。